山沢タワーマンを借りるはい、金融系 YouTuber の山沢でございます。私山沢、実はですね、東京に上京してまいりました。新潟の家は残してあるんですけど、まあジムもあるし会社も新潟にあるんで、まあ拠点は新潟になりつつ、やっぱり仕事でね、もう都内に何回も何回も来ることが多かったんで、もうこれは一層借りてしまおうということで、私山沢実はですね、憧れのタワーマンを借りました。今日はタワーマンツアーと、まあなんでね、こういう家を借りたのかとかね、これまでどんな家に住んできたのかとか、そんな話をしながらタワーマンツアーやっていきましょう。ようこそ山沢邸もうね、玄関からこのね、全面の鏡があって、これもフィジーカーにはね最高ですよ。ポージングの練習ができるというね。どこから見せようかな。まずはじゃあ僕の一番お気に入りかもしれないキッチンから参りましょう。奥に入ってくると、見てください、このオープンキッチンでございます。これすごくない？これ一番いいのが、やっぱり YouTube で料理系のね動画とかも撮りたかったんで、 Vlog とかもそうなんですけど、この白を基調として、ここに何もないね、カメラが置きやすいというキッチンがね、 YouTuber 向けでございます。でここね、見て、でっかい冷蔵庫、最初からついてたの。冷蔵庫ね、ずっとちっちゃくて困ってたから、こっちが冷蔵庫、こっちが冷凍庫、これだったらもう減量中も増量中も食材いっぱい置いておけるんだ。あ、見られた、俺のコーラシリーズ。これね好き、デカビタのゼロ。そしてですね、まあね、これキッチンは IH で、オーブンと電子レンジもあるからね、なんかスイーツとかも作りたいですね。低糖質スイーツとかダイエットスイーツ ね。この白を基調としたキッチン台にサプリメントレギュラーメニューとかね、収納がめちゃめちゃあるんでこれも僕のサプリメントスタックたちがね、たくさん並んでおります。ここね、洗濯機、今洗濯中だけどこれまだ畳んでないやつあるけどね、最初からね全自動のやついてありますね。ここね、ほんと収納がめちゃめちゃあって、見て、もうプロテイン、この前もらったバルクスさんの1年分は入ってるんじゃないでしょうか。で僕なるべくミニマリストを目指してて、物をね置きたくないの、掃除が苦手なんで、物があると何から手つけていいか分かんなくなっちゃうから、なるべく収納しようと思ってね、物を置かない生活っていうのを目指しております。ここね、間取りは 3LDK だからまだまだありますよ。ちなみにここはトイレでございます。まあ、トイレ普通だね。まあでも綺麗だけど、でもこれね、目の前にね鏡があって、いつもね用を足しながら自分の顔を見れるというね。そしてこっちから行っちゃおうかな。皆さん、ここは何でしょうか。じゃ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 ーん、2個目のトイレなぜかねここね、トイレ2個あんの。これは正直いらない使わないんだけど、だからまあ来客用かな。そしてこちらがお風呂でございます。これね、めちゃめちゃ気に入ってるの。シンクが2つあるから、誰か来客が来た時に朝とかさ、困らないじゃないですか。彼女と住んだの人がね、困らないじゃないですか。朝こう顔洗いながらね、2人でね歯磨きながらねそしてこちらがお風呂でございます。まあね、お風呂はね意外と普通、新潟に住んでた家の方が外が見えてよかったから、理想はね外の景色が見えるお風呂が良かったんですけど、僕タワーマンなんか5、6箇所見に行ったんですけど、総合的にねやっぱ方が一番良かった。さあさあ、続いてはこちら寝室たちなんですけども、ここはですね、おそらくずっと使われない部屋になるんじゃないかなと思います。僕ね、ジムの器具を家に置きたくて、サイヤマンさんじゃないですけど、みんな見て、YouTuber とかね、来てもらったり、サイさんとか来てもらったり、筋トレ器具を置きたいので、ここで、ね、ちょっと筋トレルームにする可能性がある部屋でね、今はね、全然使っておりません。では、こちらが寝室でございます。まだね、ベッド着てないの。下のベッドも、あれが来てなくて、マットレスのみでねこう寝ております。これね見て、クイーンサイズなのここもめちゃめちゃね景色いいんだよね。みんな今きっと白飛んでて見えないと思うんですけども、東京湾も見えるし、都会のねオフィスビルとかタワマンとかね、いろいろ都内の絶景が広がっております。さあ、それではメインディッシュだよ、メインディッシュ、リビングに参りましょう。さあ見てください、このリビングルームでございます。
これがね、決めてでね、もうここにしたんですけども、やっぱりここあれなんですよ、超高層で地上30階以上のビルなんで、もう景色がね、やばいの、とにかくだしね、こういうなんか景色を見て、あ、自分もこういう景色が見れるようになったんだなとしみじみね、感じてたりね、ちょっぴりこう優雅で贅沢な毎日を送っておりますが、僕ずっともちろん若い時なんて、ほら 1K のアパートに住んでたりとか、お金がなくて先輩とルームシェアしてたりとか、あとパーソナルジム始めた時なんて、ジムと家を分けるのがもったいないって言って、僕ね本当にインクラインベンチとかの横に毎日寝てたの、もうジムですね、寝泊まりしてたから。だから家賃にお金かけるなんてね、あの頃想像できなかったんですけど、人間は成長に応じて価値観が、そして考え方が変わるというね。見てこれ、ソファどう合いますか、部屋と。茶色とね、白にしたんですよ。テーブルもね、今日やっと組み上がったの。これがまたいいんだ。いつもね、こうやってね、こうやってパソコンでね、YouTube 編集してね、こうやって。で、疲れたなーと思ったら、こう、景色見たり、こうゴローンと寝てたり、で、また編集頑張って、みたいな。優雅でしょう。家ってもう毎日生活するじゃないですか。で、僕特に新潟の冬の期間とかって、まあ、やっぱ雨か、まあ、雪かっていう天気が常にこう曇ってる中で過ごしてると、やっぱりね、なんていうか、ちょっと鬱っぽい状態になっちゃうんですよ。でも、もう YouTuber って下手したら僕一歩も外に出ない時あるの。それか、まあ、ジムにだけ行って帰ってくるみたいな、あとはずっと家で編集してるみたいな生活だから、なんか日々こう、まあ、景色が開けてて、太陽をしっかり浴びれて、なるべくストレスフリーな環境で過ごせば過ごすほど、自分の体調ってどん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 こう良くなるんじゃないかってね、いうのもありますし、僕が一番今人生で大切にしてることって、常に元気があって、活力があって、エネルギーに溢れてる状態を作れた方が、結果的に仕事もうまくいくし、プライベートもうまくいくし、まあ、人生が豊かになっていくっていう考えだから、もうこれはね、投資なんですよね。あとね、ここにパソコンが並んでて、ここにまあ椅子を置いて、たまにはね、あのソファーでちょっと編集慣れてきちゃったら、外の景色を見ながらね、ここで編集してたりとか、まあ本当にね、僕の仕事は YouTube でございます。今とにかく自分は、まあ、新しくフィットネスの時代を変えたいとか、フィットネスのね、未来を変えたい、作っていきたいっていう思いがある中で、ずっと何年も大事にしてるのが、やっぱり YouTube で情報を配信し続けること、そして YouTube 上で発言力とか配信力を持つことっていう方が一番大事で、自分が本当に作りたいフィットネスの新しい時代っていうのが、この YouTube がなくしては作れないから、人生をね、かけて、まあ、5年間今 YouTube やってきてますけど、やっとそれが少しずつ形になって、今年大きくね、フィットネスを動かせるいろんな事業がスタートできるんで、そこにね、全力を費やして YouTube 頑張っております。はい、はい、といった感じで、私山さんのタワーマンツアーいかがだったでしょうか。ほんとね、まあ、自分がこういうね、タワーマンに住むとか東京に来るってのも、本当にここ1、2年前ぐらいからしか想像できなかったんですけども、やっぱり僕の目標の持ち方とか夢の持ち方って、自分が今見える現状から一歩手を伸ばせば届きそうなとこだけを夢見ていくんですよ。例えば3年前4年前の僕にタワマンに住もうとか上京しようなんて思い全くなかったんですよ。だけどここ1年ぐらい、まあ、その収入面とかもそうですけど、都内に来る機会が増えたりとか、東京のいいホテルにたくさん泊まってみたりする中で、日々自分がこういう生活でいれれば、もっとね、この自分の体調が良くなったりとか、前向きな気持ちになれたりとか、まあ、仕事に専念できるんじゃないかなって、ようやくここ1年ぐらいで思い始めて、まあ、それがね、実現したっていうのもそうですし、あと僕は何より自分自身がフィットネスドリームをつかみたいし、若い子たちにフィットネスドリームを見せたいんですよ。もちろん筋トレだけしててこうなったわけじゃないです。僕はいろんなビジネスとか YouTube やってきてこうなったわけですけども、ただ自分が本当に何もなかったところから、まあ、トレーニングを好きになって、そのトレーニングの配信を SNS で行ったことによって、フィットネスドリームがね、始まって今形になってきてるわけですから、これからももっともっと自分のフィットネスドリームって続くんですよ。もっともっと大きなビジョンがあるし、夢がある、それを実現させていく様子っていうのを、こう若い子たちにやっぱ見せたいし、夢を持ってほしいし、フィットネス系の YouTuber でもこういう未来があるんだよっていうのを僕は見せたいから、最近の動画結構ね、あの車買ったりとかそういうのが続いちゃってるからね、すごくこう
いやらしくも見えると思うんですけども、だから多分たくさんの意見の中に山沢さん変わっちゃったとかね、山沢さん調子乗ってるとかね、もうそういう意見ももちろんもらうなっていうのは分かっていながらも、もう謙虚でいるっていう、そのルーキーの年代でもないし、年齢的にもそうだけど YouTube もう5年やってて若手でもないから、なんかもう自分だけは突き抜けてしまおうじゃないけど、自分が今やってること、そしてこれから実現していくことってのをもうなんか包み隠さず、ほんと思いのまま配信していこうってのが今自分のスタイルでやってますから、ほんと今年はこれからももっともっとたくさんの動きがあります。ビジネスもそうだし、プライベートもいろいろ変わるかもしれないですけど、そういった姿を視聴者の皆さんにも見せたいし、これからもっともっと前向きで夢を叶えていく、挑戦していく姿ってのを皆さんに見せたいと思いますから、引き続きね、応援よろしくお願いします。熱くね、生きていきたいと思いますんで、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。